はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温26度、水温25度。今日は離島方面、竹富南パナリエリアでスリーダイブ楽しんできました。今日はすっきりと天気も回復して、とっても気持ちのいいダイビングになりました。そして今日は各々目的ごとにチームに分かれてのダイビング、ファンダイブチームもノーマルなファンダイブとじっくりカメラに分かれてのダイビングです。こちらはアドバンス講習コース、中性浮力の練習中でしょうか。めちゃめちゃはしゃいでおります。久しぶりのダイビングでスキルに不安のある方はリフレッシュダイビングコース、浅い水深で基礎的なスキルを復習していきます。そして今日はなんとパナリエリアの近くでジンベエザメが出たという情報がありました。ちょっと残念ながら私たちはジンベエザメに会うことができなかったんですが、私たちの近くにジンベエザメがいたんだなと思うとちょっとテンション上がっちゃいますね。いつか見てみたいですね。もしかしてこのトンネルの中で僕たちが遊んでる時にジンベエザメが僕たちの上を泳いでいたかもしれません、なんて考えてると夜眠れなくなっちゃいそうなので、まあ、この辺にしときましょう。最終ダイブはマンタを狙ってパナリのマンタポイントへ行ってきました。ジンベエザメが見れなかった代わりにマンタぐらい出てくれよとか思いながら見てたんですけども、なんとマンタも出ませんでした。悔しいですが明日に期待しましょう。ということで今日はここまで、また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。